皆さんこんにちは。現役やぶさめアイドル神田明神江戸っ子スタジオ公式アイドルみことの月野奈々です。よろしくお願いします。さて、馬の筋肉が大好きな私月野奈々が本日予想していきたいレースは9月24日に行われる銀河特別です。こちらのレースは直線 200m のコースで9頭が出走します。スタートして少し歩くと高さ 1m の第一障害が設置されています。そしてその第一障害を超えると次に待ち受けるのは高さ 1.6 メートルの第二障害と、2つの障害を上り下りする息の入れ方が重要になってくるコースです。万栄競馬は重量物を乗せたソリを引いて競い、途中で休ませたりなどペース配分も重要になってきます。そして今回のレースで私月野奈々が気になった馬たちを紹介していきたいと思います。まず1頭目は山のコーネルです。前走は A1 の1クラスで1着と確実に力を発揮している山のコーネル。足が長い印象で一歩一歩がしっかりしているのが勝利の秘訣になっているのではないでしょうか。そしてがっちりとした腰回りの筋肉で1着を今回も狙ってほしいと思います。そして2頭目はクリスタルコルドです。クリスタルコルドは前々走はヘッチャラ山勝エースに敗れて3着となっていますが、その後クリスタルコルドは1走挟んで1着になり今回のレースに挑んでいます。クリスタルコルドのしっかりとした胴の厚みで全身力を期待して注目の1頭として挙げさせていただきます。以上が七種の注目の2頭です。ぜひこの2頭に注目してみてくださいね。さあ、そして馬券はこちら、じゃじゃん、馬単この1点で1番から8番、ここ厚めに張りたいと思います。このレースを当てていい週末の締めくくりにしたいと思います。以上、月野奈々の馬部塾でした。バイバイ。